一発目のニュースはこちらです朝鮮政府、日本は歴史を直視し、過去の過ちに対する謙虚な省察と反省を行動で示すことを促す。はい、またいつものね、形ですね。もう結局ね、彼ら終わりがないんですね。もう何度も何度も歴史に対する反省を、謝罪を、賠償をというのをおかわりし続けるわけですね。もう朝鮮人の誤った歴史観というかね、 この彼らが勝手に作った歴史観で、日本をですね、とにかくこう誹謗中傷する、もう治らないんですよ、少年が腐りきってますからね。もうだから、戦後を見つめればわかる通りね、もう延々この朝鮮人っていうのは、日本を責め立ててるじゃないですか。もういつまでたっても終わらないんですよ。毎回毎回終わらないんですね、うん。で、歴史に対する謝罪と反省を、いや、その前にてめえたちのやってる犯罪行為。 日本でやってる犯罪行為を謝罪と反省せえやというですね、でもやらないんですね。で、彼らに言わせると、いや、それは日本が過去に犯した罪を償わせるためにやってるにだって、き違いなんですね、一言で言うとですね。もうそうなんだから、無限ループに陥ってるわけですね。だからもう、何回日本が解決しようが、何をしようが。 ずっと言い続けけるわけですよねそしてずっと言い続ければ日本が何度も何度も飴玉をねこうくれるもんだから韓国人はこうお,かおかわり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 ってなるわけですよ。いやもうですからね日本側が、ね、当たり前の、ね、当たり前のここととを言ったところでで通用しないんですだから正論をいくらね韓国に行ったところで朝鮮人の頭では理解できないんですね。 だから、朝鮮人の頭って、じゃあ一体どういう思考になってるんだと言ったら、朝鮮ではね、兄弟家族の中でね、一番こう出世した人間が、その家族全員の面倒を見るというのがあるんですね。だからよく向こうではね、財閥系がどうしたこうしたっていうね、話題になってるでしょ。で、そのですね家族全員の面倒を見るというですね風習があるんですね、悪臭と言ってもいいんですけどもね。この悪習があって でその中でで、まあ、要すするるに日本を家族だと思ってるんですねふざけんなっちゃう話ですけれども、こんだけ日本を罵っといて、でなんで、ね、朝鮮人が日本を家族と思うのか、まあ、これね、長くなっちゃうんでね、まあ、とりあえずそういう事例があるんですよということしか言いませんけれども、要はもう朝鮮人が日本人を家族だと思ってて、でその日本人に何言ったところで、結局ね、長兄たる朝鮮人が日本にね、いくら文句を言っても日本人は言い返しちゃいけないんだ。 という思考なんですねで、普通だったらねそこまで文句を言うんだったら同じ家族でもねまってですかね一番の長兄がラオウがですねシナなんですね彼らの頭ではで次男のね邪気がねこの朝鮮なわけですねでケンシロウが日本なわけですよでその普通日本に頼ろうとしないでしょ、うん、ところがその邪気様はね日本にですね頼ってくるわけですね 俺の面倒を見ろろろ謝罪しし賠償しろもうだからいくらこっちがねあんたたちは家族でも何でもない赤の他人なんだといくら言っても言うこと聞かないんですよもうだから正論が通用しないんですね彼らには日本人のねあんたたちが嫌いなんだっていうことをいくらはっきり言ってもね理解できないんですよ日本が自分たちを嫌ってるわけがないいや嫌ってるに決まってるでしょうに あんだけ文句言っておきながら、あんだけ誹謗中傷しながらですね嫌わない理由がないわけですからね、こんな感じなんですね、ですからもう死のごの言わずに、日本は韓国を切り捨てるべきなんです、お朝鮮と日本はですね関係を断ち切らなきゃいけないんです、それぐらい強いですね、強い政策を取らない限り、このバカどもはね、日本人が怒ってるっていうことを理解できないんですね。 いやだからね、君たちのね怒りもわかるんです、都合のいい時だけ家族と言うなとかですね、でもそれは朝鮮側に立って言えば、文句を言う君たちが理解できないんですよ、文句を言うね日本人が理解できないんです、だからいつまでたってもね、この日本と韓国のこの祖母ってのはなくならないんですよ、もうですからね、病気なんですね、病気なんですよ。でこんな連中と 我々が一緒にねやれるわけがないんですよ。断交以外にありえないんですね。